校へ向かいました。そういえば、ニジキングさんがいなくなった後、誰がこの世界の王様なんですか？はて、Z の超転生に巻き込まれた後はどうなったかわからないのである。しかし、王座など金の力ですぐに取り戻せるのである。やれやれ、金にまみれた王様か。国民にとっては災難じゃの。こういう王様は革命で殺されてバッドエンドってのが定番ね。ラララご首相様。勝手に殺すでない。わしには金の力があるのである。革命なんぞ恐るるに足らぬ。革命軍だと？のろぼ必殺！賄賂で買収なのである！いやー！一体どうなっているのである王様ったらよっぽど恨まれているのね。任務続行だ。見せつけてやろう。決まったな。持ち上げよう。やっちゃおう。遅れなよ。これでも食らえ。すぐに片付けてやる。決まったぜ。力を勝負に。私の力が。誰から殺せばいい？そこだ。勝ちます。お任せください。外さない。列車について来れるから。お任せください。ちょっと来るね。痛いよ。ここに戦おう。お命ちょうだい。少子しまった。力を貸そう。離れて。ちくしょう。離れて。脇をしまった。意地を荒れるかねえのか。持ち上げよう。俺の番だぜ。我が拳。誰も食らえ。次に俺の拳を受けるのは誰だ？やっちゃおう！無力だ。誰から殺せばいい？お命ちょうだい！気合い！痛いよ！こちらの番だな。ほら！俺についてこい！自分には味わわせてやる！頑張るぞ！わしのお宝を見よ。それ！では！遅れんなよ。私の歌に合わせて。楽しくなってきたのね。
しておけ。見せてあげよう。死ぬがいい。ござる。さようなら。今度はこっちの番だ。俺についてこい。私の力が任務続行だ。お命ちょうだい。遅い。力を戦おう。死ぬがいい。ござる。おい Z、 革命が起きた理由が分かったぞ。どうやら最近この世界の消費税が 1200% に増税されたらしい。 1200%? すごい税収でウフウフですね。いよいよ、ずっとそなたたちと一緒にいたではないか。わしは増税などしていないのである。増税したのは山田国王だ。なんと、あの勇者山田が。あらあら、勇者に国を乗っ取られちゃったの。かわいそうな王様。ふん、相手が誰だろうが関係ねえ。ヒゲ親父が溜め込んだ金を根こそぎ奪ってやるだけだ。そして破壊神を倒すための力、かっこ金の力を手に入れてやるぜ。城へ向かうぞ。仕事の依頼が届いている。依頼だ。頼んだぞ。依頼だ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 。頼んだぞ。依頼だ。頼んだぞ。よくやってくれた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 。また頼んだぞ。どこへ向かいますか？おお、勇者ヤーマだよ。死んでしまうとは情けない。ごめんよ、王様。また破壊神に負けてしまった。いや、そなたはよくやっておるぞ。休みも取らず、報酬も最低限で手当てもなし。勇者というブラック職を立派にこなしておる。いいんだよ、王様。僕は見返りが欲しくて勇者をやってるんじゃないからね。僕を信じ、待ってくれている人たちがいる。彼らの笑顔が
僕にとって最高の報酬なのさ。勇者ヤーマ、そなたは金では手に入らない大切なものをすでに手にしているのだな。羨ましいのである。わしも王ではなく勇者に生まれていれば。わしも勇者ヤーマダのように強い男になりたかった。金の力などに頼らず破壊神に立ち向かえる勇気が欲しかった。たまたま王族に生まれたというだけで、わしは金がなければ何もできない卑怯者だ。勇者はもちろん王になる資格もない男なのだ。よくわかってるじゃねえか。今のお前は王でも勇者でもない、ただのヒゲ親父だ。ゼット、このままただのヒゲ親父で終わるか、それとも自分の力で何者かになるのか、自分で決めやがれ。自分で決める？自分で決めても良いのか。当然だろ、他に誰が決めるんだよ。そうか、自分で決めるか。ここで決めてやる。正義のターンです。合わせる方をつけてやるぜ。でも食らえ。すぐに片付けてやる。決まったぜ。
ゲリア。ごめん遊ばせ。よっ、無法。これで決める。今度はこっちの番だ。外しません。やあ、くしょう、見せてやる。ってやるな。うお、えい、開けた。ほら、持ち上げよう。えい、えい、おー、うれっ、うれっ、レンジャー。せっかくと愛の魔界を救う。お気を据えてやるかの。こんなところで覚悟しておけ。こっちのターンだよ。よは、うん、私の歌に合わせて。よいぞ。歌も剣よりも強し。お前行くぞ。地獄を味わわせてやる。くぅ、私の力が。皆に褒美をやろう。おお、勇者ヤーマだよ。死んでしまうとは情けない。もういい、僕勇者やめる。おお、勇者ヤーマだよ。いきなり何を言い出すのである。僕がもう何回死んだか知ってる。1回だよ、100回。こんなのやってられないよ。いや、しかし勇者ヤーマだよ。皆がそなたの活躍を待っているのだぞ。それなら王様が勇者をしてよ。偉そうにふんぞり返って命令するだけで王様は何もしてないじゃないか。とにかく僕はもう勇者なんて二度とごめんだから。わしだって勇者になれるものなら、わしにかつての勇者ヤーマダのような強さと勇気さえあれば。しました。ニジキングさん、お悩み事ですか。なあ、皆の者、そなたたちにとって一番大事なものは何か、わしに聞かせてほしいのである。どうしたのじゃ急に。ちょっとな、人生という道に迷っているのである。一番大事なものね。私はもちろんハッピーエンドよ。私は生徒じゃな。生徒たちを何としても守り抜きたい。私は言わずと知れた正義です。そうか、わしにとって一番大事なのは金だった。金の力で何でも解決してきた。その分、金の力以外では何一つ解決してこなかった。わしから金を取ったら何が残る。何も残りませんね。そうはっきり言われると傷つくから。そう、わしから金を取ったら何も残らないのである。だがわしは強くなりたい。 Z のように金の力などに頼らず、破壊神に立ち向かえるような勇気が欲しいのだ。年をして子供じみたことを。別に金の力を否定する必要はないじゃろう。え、そうよ、お金と強さと勇気全部手に入れちゃえばいいじゃない。なるほど、その発想はなかったのである。